日向ー駅は、鹿児島県鹿児島市平川町にある、九州旅客鉄道イブスき枕崎線の駅。単式ホーム一面一線を有する地上駅。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅であったが、2020年5月30日より、駅遠隔案内システム、アンサーの導入に伴い無人化された。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、 簡易守護家改札機が設置されている。守護家の販売は行っていない。簡易自動券売機、IC カードチャージ機が設置されている。かつては、現在のホームのある位置より南側に駅があったため、踏切のある指道に分断される格好で、片面ホームが存在し、列車の通過時は元より駅停車中は、 指導の通行ができなかった。これは、駅北側で直行する県道地覧線の湖線橋が、線路境界まで張り出しており、ホームが伸ばせなかったためであった。また当時は、全て木波20系など、片側2つ扉の車両であったため、踏切部分を車体中央に合わせて停車することで、乗降場の支障は出なかった。しかし線路をまたいでいた。 古戦橋が広い景観のものに改修され、橋の下にホームを設置できる空間が確保できたのに、合わせ、駅全体を北側へ移設して、踏切によるホームの分断をなくした、改修工事が1979年10月に、竣工した。旧ホームの名残は現在でも見られ、月決め駐車場の一部は、旧ホームの森土を利用して作られている。現在の駅舎とホームは、 かつての北半分のホームを延長の上新設されたものである。駅のトイレも一見なさそうに見えるが、指導をまたいだかつての駅舎だった位置にそのまま残って強用されている。当駅近隣には、鹿児島県立近郊安高等学校と、鹿児島医療技術専門学校日向川校が立地しており、両校の多くの生徒が当駅を利用して通学している。 ヒューガワ動物園の最寄り駅は、五井の駅である。ヒューガワバス停、国道226号線沿いのり場ハット ABC、イブスキ枕崎線の一部駅への、スマートサポートステーション導入日が決定しました。九州旅客鉄道、オリジナルの2020年4月27日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 4 2 7 0 6 4 0 2 6 h t t p s w w w j r q c c o j p c o m m o n s l a s h i n c n e w s n e w t o p i c s i x f i l e s a f i e l d f i l e 2 0 2 0 0 4 2 7 20万427カがしますず、PDF2020 年4月27日閲覧。日向川駅時刻表。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2021年9月14日閲覧。交通新聞。P1。伊ブスキ枕崎線の一部駅が。 スマートサポートステーションに変わります。九州旅客鉄道、オリジナルの2020年4月27日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/web/20200427064513/https w w w j r 九州 c o j p スラッシュニューススラッシュ i x ファイルズアフィールドファイル2019-09-30-20191930加護します PDF2020 年4月27日閲覧ありがとうございます